はい、皆さんどうもミスタローです。ポケットモンスターサファイア実況プレイ始めていきたいなと思います。四天王行く流れだったと思うんですが、ちょっとテコ入れしまして、レベルをちょっと上げてきたんですね。こんな感じに。ただまだちょっと心もとないということなんで、もうちょっとレベル上げに時間かけようと思いまして、今回はちょっと こちらカラクリ屋敷に来ております。ここですね。ここら辺をちょっとまとめて、まあ、全部終わればコンパートで全部やって、終わんないようだったらちょっと次パートまたぐような感じにしたいなと思います。誰かの視線を感じる。で、まあ、ここ光ったところを調べると、ピコンとむなぜ我が輩が机の下に隠れていると分かった。できる。入った瞬間にね、机あるから多分すぐ 目が合う。我が輩こそ公園地方最大の謎の人物と呼んで、カラクリ大王バハハはじめまして、あんた我が輩のカラクリ屋敷に挑戦しに来たってそばけだろう。というわけで、そこの掛け軸から入って挑戦すればいい。我が輩は奥の部屋で待っているぞ。これもね、楽しみの一つだったりします。掛け軸の裏を覗くと大きい穴があった。奥に住んでいますか。はい。居合切り要員はいたかな。でもまあ、この辺のトレーナーはレベル上げにも多分なんないから、アイテムだけちゃんと回収しとかないと。まあ、でも取り逃しで変なアイテムはないはずだから、まあ、ごちごち雑談交えてやっていきましょう。あー、でもトレーナーいるのね。まあ、序盤だから、これ確かね、バッチごとに進めるあれが、あ、合言葉は手に入れなきゃいけないのか。じゃあここは来なきゃいけないところですね。短パン小僧さん、こんにちは。変な屋敷に迷い込んじゃった。変な屋敷って、でもここにいるってことはさ、ちゃんと中から入ってさ、入った瞬間机の下からギョロッと目があってさ、で奥に入っていいよって言われて入ってきてるっていうことなんだよね。引っ返すことはできたはず。はい。割とね、また例によって久しぶりの収録なんで、カミカミで申し訳ないです。少しずつ直していきましょう。え、すぐ聞く。さあ、というわけで、皆さん夏終わりましたね。9月に入りました。どうでしたか夏は。おまけに負けちゃった。おまけの方が強い的な、ビックリマンはウェハースよりもチョコの方が人気ある的な感じかな。ここら辺なんかね、アイテムだけちょっと取りに行きたいかな。夏満喫しましたか。どうですか。バーベキューやりましたか。これすぐあれかな、目と目が合うかな。これあれだよね、イヤイヤしてる瞬間を見られてるという感じで、あー目が合ってしまった。覚えさせたばかりの雪で切って切って切りまくりよと。なんだ、夏の風物詩といえばバーベキューに海水浴、プール、花火大会、まあそんなところでしょうか。バーベキューはバイト先の打ち上げで、まあ、それっぽいのをやりました。花火は8月31日頑張って一人で強風の中やってきました。多分近々動画が上がると思うんで、そちらご参照ください。あとなんだ、海、バイトでずっと行ってました。プール行ってません。プール行きたいんですけどね。ちょっと待ってください。右下で不穏の流れ。これどうすればいいんだっけな。これなんか収容的なものがあった気がする。これはちょっと横に出しとこう。よし。で、そう、プール行きたかった。ウォータースライダーとかね、もうなん、いや、オレンジメールならいいや。アイテムいっぱい、あ、大丈夫かな。まあ、その都度その都度。これじゃあ全部回んなきゃいけない感じかな。よいしょ。カラクリだよって何者なのかしら。ハゲたおっさんだよ。ウォータースライダーのあるプールがちょっと先にあるんですけど、まあ夏場はいつも混んでるってことで行ってなかったんですが、ノーマルスキンに未来を。プール最後に行ったの、中学生ぐらいかな。そうすると何十年って行ってない、何十年は言い過ぎか。まあ10年ぐらいは行ってないことになるのでしょうか。なりそうですね。奉仕になっちゃうとやばいけど大丈夫かな。はい、オッケー。マリー。なんかお金払ってまで、お金払って混んでるところに行きたくないっていう心理が働いてしまうから多分ダメなんだろうなと思いますが、まあ、来年こそは行けたらなと思います。まあ多分一人だけどね。気を取られていたら負けちゃったわ。
周りに木いっぱいあるもんね。花火大会。花火大会の時は、地元の花火大会、なんだろう、生放送してたかもしれないです。もしくは、動画の編集してたと思います。とりあえず、部屋にこもって、パソコン開いてた記憶はあるんで、そんな感じかな。なんか4つくらい終わったら時間来そうなんで、2パートにな、2パートに分けそうですね。見たら合言葉を扉に書き付けた。書くのか。からくり大王様、素敵。ジェンオツ。これ全部こんな感じだったっけ？よう。あんたここまで来られたのか。ブームできる。手製で木を植えたのに、それを全部伐採していくんでしょ。なかなか鬼畜だな。ここら辺数えるのめんどくさい。よし、あんたに褒美をやろう。不思議な目を手に入れた。あ、いいですね。なんだ、特異な顔をしてからに我が輩に勝った気になるのは、家切りをしてからに、あ、ダメだ、噛んだからね。この後もまた仕掛けを作るか、それが終わってから我が輩を笑い。それでは次回をお楽しみ。今のが一番すげえよな。ワープというか、これも戻れないんですけどね。相当でかいよな、これ。で、これまたあれだっけ、入り口に戻るんだっけ、繋がるんだよね。相当すごい仕掛けだけどね。で、これ確かバッチ一つ取るごとに解禁されていくんで、ただ、なんだろう、誰かの視線を感じる植木鉢にいますね。殿堂入り後にあったかどうかっていうのがちょっと忘れちゃったんですが、木の後ろに隠れてる。見えてんじゃないの、そしたらそれ。ここら辺全部同じですね。はい。で、スイッチ形式ですね。クロスメール。あ、ここら辺全部メールかな。交差する思い。じゃあまたかな。どのスイッチでどの穴が塞がるんだ。とりあえず全部押さないと先に進めないから、ひたすら押していけばいいんじゃないでしょうか。理科系の男。塾帰りでした。全然違う。ラルトス。理科系の男呼び軍ですかね。銀色の風も使っていきましょう。そっか、花火大会はそれでやった。花火は一人でやったという話をしました。スイカ割り。スイカ割りか。スイカ割りはよくあれだな、お客さんやってたな。あんまでも俺スイカは好きじゃないです。はい。あとは夏の風物詩といったら何がありますか。風鈴か。風鈴は別にあれだな、いいな。流しそうめん、うん、やったことない。お、からくり屋敷2度目のチャレンジだね。どこで見ていたんだ貴様。まあ普通にそうめん食べたい。はい、トンネル。まあそんな感じかな。話すことねえな。まあ日焼けはしたんで、すごいしたんで、また多分今までで過去最大ぐらいの真っ黒さにはなってますね。というか何年分の海行ったか分かんないぐらいのレベルですかね。年に海って1回ぐらいしか行かないし、ここ数年も行ってなかったから、今までの人生の中で一番海に来ましたね。ただ今年は天気悪かったですよね。お盆もそうだし、ハーバーメルジャー持ってんだ。お盆もそうだし、8月それ以降終わりも、お盆過ぎてからもずっと天気悪いですからね。各地では土砂災害とかでいろいろ被害が出てるようであれなんですが、うちの方はまあそんなに降ってはいないですね。お盆が一番すごかったのかな。私のジムを作りたくて頑張ってるのみたいなこと言ってたけど、ルビサファーのリメイクでなんかそれっぽいことがやっぱできるって書いてありましたね。それも楽しみですと。まあでも年々海水浴もお客様減ってるらしいですね。揚げ飯と。いいね、同族対決。さあ夏はそんな感じかな。10分程度で終わってしまったけども、どうしよう。3つかな。3パートに分けちゃうとあんま良くない気がするけど、どうしましょうって感じですね。これで多分巻物の方が、あ、ここか。10分で2つか。4つにするかですね。3パートは長い気がするけど、どうなんだろう。ちょっとやってみて区切らないとですね。巻物を見つけた。
でも花火なーてか海水浴場にロケット花火の残骸超落ちてましたね。ゴミぐらい拾おうよって思うんだけどな。賢い賢いって書いてある時点で賢くないよね。はい、また来ましたよ。ここら辺確か徹夜で迷路を作ったのか。お疲れ様です。ただね、瞬間的だからね、出て入ってすぐだから、タイマーウォールか。一応一日経過したということにしましょう。毎日のように変なおじさんの家に遊びに来る主人公って危なくね。あとあれか、ナンパだ。海といえばナンパですよね。まあ、俺はしてないですよ。そういうできるタイプの人間じゃないんで。まあ結構見てるとね、してる人はいっぱいいました。これどこに隠れられるの？引き出しの中とかだとやばくね。タンスの中に隠れてる。やばいっしょ、これ主人公と同じぐらいのタンスだからさ。中全部抜いて、引き出しもこれ、あれなんだよ。ハリボテ的な感じになってるんだな。そうしないとね、ちょっとなんか、奇跡のマジックショー的な感じになっちゃうんで。岩砕き終わったかな？これあれか。ボタンを押すと、あれがどうのこうのっていう感じになるから、まずは押さないでいけるところまで行ってみる。はい、早速押さないとダメになった。で、あんまり無用な殺生は好まない。で、ここにスイッチがあるから、全部割ればいいってもんじゃないんだよね。ここら辺からちょっといろいろ考えたい。もう早速手に入りましたね。アイテムはなんか、メールの可能性が非常に高いですよね。で、ここ開けないといけないから。違う。アイテム取れんな、1個。このまま持っとって、山男の夏実を横目に見つつ、シャドウメール。影がついてるのかな。アイテムちょっと見たいですね。行きましょう。何が何だか分からなくて、悲しくなってきたわ。これあれだよね。出られなくなったら大変だよね。押しまくってればいつか出れるんだろうけど。よし、ツバメ返し、エネコ。じゃあタイプワイルドハイの話しましょう。今、どこまで発表されてたんだっけな。2回戦が終わったところですね。まで、タイプワイルドハイが投稿されてまして、ちょっと待ってください。OK。で、その、今週からエキシビジョンマッチ、大会で敗退した人、ウッディーメール、という、大会のトーナメントで負けてしまった、人で、エキシビジョンマッチやることになりました。で、自分もそれに参加することになりましたんで、自分の投稿予定は9月の、何日だっけな、14日とかだったかな。忘れてしまった。これ山男の前通過しないといけないじゃないか。一体何のためにこんな屋敷があるんだろう。趣味、そちらもぜひ、ご参照ください。大百科の方にも多分更新情報載ってると思います。全部で何戦だったかな。とりあえず確か、フリー有利対面になるような感じの構成になってるはずです。例えばセックさんと東王さんの戦いと、ワヤさんとサユットさん、鉛筆さんと骨川さんで、俺とユウシさんですね。大丈夫ね。全部だよね。漏らしがあると相手に、その方にすごい失礼なんだけど。で、全員が出れるわけじゃないんで、急遽決まった話なので、そんな感じです。で、本当はユウシさんと翔空さんの運営対決もあったけど、翔空さんが確か出れなくなったっていう話ですね。よし、一体なぜわしは負けてしまったんだろう。哲学。わかんないことはとりあえず哲学と言っておけばどうにかなるんじゃないかという風潮。カラクリ大王様、憧れ。憧れはちょっと近くない？憧れますとかまでだったらわかるけど。徹夜で岩を運び込んだに重労働だね。1、2、3、4、8個くらいで終わりそうですね。なるほど。これどうなんだ？変わんのかな。なんか持たせよう、適当に。やけど直し。まあ4つで終わりにしましょうか。ちょうど良さそうな気がする。なのでエキシビジョンマッチ、9月の9月の
すいません、中旬ぐらいです。毎週アップされます。で、自分は2週目の方にアップされますよということで、あ、ここで待っててくれてるのか。で、褒美を、うん、硬い石で、これでもう一回出ないといけないよね。ほい、じゃあ4つ目いきましょう。見えなかったな。どうせこういうところにいるんじゃ、座布団かな。見えないところだから窓のところかな。正解。窓の向こうに隠れてたって、普通に外に出てたってことだよね、これね。よし、じゃあ4つ目だ。今回どんな感じですか。あ、怪力か。うわ、怪力難しそうだな、これ。まあ、上にやって、下。これまた徹夜で岩運んだっていうやつなんじゃないの。カラクリ大王様、意外とあれだな、アグレッシブ。いやー、カラクリ大王じゃなかった。このくらいの岩指一本で楽勝です。マジかよ、俺には絶対無理だ、指が折れる。バトルガールとかいるから、今回のトレーナーは格闘系が多いというわけで、架空の下。よいしょ。ケムシ君もね、意外とレベル上がりましたね。いつの間にか43になりました。裏で、海の方とか探索して、ステラレブネとかも探索はしてきました。ちょっとカットになっちゃって申し訳ないんですけど。あ、で、メガドレインがギガドレインになりました。 PP が減りました。割とケムシ戦えるレベルになってきたんじゃないの、これ。で、アイテムもちゃんと確認は。岩を落ててもパズルが解けない。ダメですね、脳筋ですね。メカニカルメール、言いにく。これ下押しちゃったけどダメじゃね。これ下押しちゃダメなやつですね。あー、どうすっかな。これは一回出ないとダメ。いや、下から回れない。岩リセットされてんな。戦えば岩がリセットされる法則にかけよう。随分近くじゃないと見えないんだね。こういうの考えると面倒。私は勝負だけしたいのに。まあ、それはそれで、そっちの方に行ってくださいとしか言えないですね。バトルガールドの風化。どうやって言うていいんだろう。朝な。よし。あぐらをかいていたら、足が痺れてきました。まあ、地味にレベルもここでも上がってきてるからいいことなんでしょうか。はい。負けちゃったけど、やっぱり勝負が一番楽しいよと。あ、でもこれ下押さなきゃいけねえな。あ、じゃあこれリセットされてる、リセットされてない。ということは一回出ましょう。あ、そのままさっきから下行けたのか。間違えると即、あれはきついな。戻んないといけないっていうのはちょっときついところ。これは上で、とりあえず慎重に行きましょうか。はい、で、右で、これは押しちゃいけないから、よし、 OK で、こいつはどうすればいいんだ。これは別にどこでもいいんだな。で、上と行って、これも押しすぎるとやばいから、バトルガールの姉ちゃん、じゃあ話しかけていこう。今回はカラクリ屋敷もだんだん難しくなってきたのに、あなた常連さんですね。まさかもしやですね。ボキャ品じゃないな、単純に頭悪いところが露呈しただけというわけで、昨日がすざ、ういつばめが一心、よいしょ、はい、OK です。キノカスは奉仕の時に使ってて、キノコの奉仕を使うタイミングで奉仕が発動して毒とかになりますよね。あ、こっちの奥に合言葉があるんですね。よいしょ、巻物を見つけた。巻物に書いてる合言葉を考える時間は多分リセットされているぞ。カラクリ大王様かっこいい。はい、ノーコメントでいきましょう。あんたここまで来られたのか。徹夜で岩を押してきたのに、また重労働ね、岩を並べて岩を押して。またバッグがいっぱいだ。じゃあちょっと、道具は次までに開けときます。
OK。ではカラクリ屋敷編は、2パートで終わりそうですね。そうしたらまた2パートぐらいかけて今度こそ四天王攻略していきたいなと思っております。じゃあ座布団に座ってお別れしましょうか。人の家だけど勝手にくつろいでるって。でもお茶出てるからね、くつろいでいいんじゃないでしょうか。プレイ時間も13時間、結構やってますね。では、また次回動画で、では次回動画でお会いしましょう。さよなら。